あ、受け流しません。さん、おじさんさん、アスニャムさん。お願いします。手が入りな。どうなる？ああ、いいね。続いた。うん。次の回どうすんかな、これ。ああ、全然で。今日これ、ドラッキーじゃないのね。行くの、これって。これは、すいませんって言ってやる。いいっす。何言っていいのこれは。まあ、一応線みたいなのあって次の親持ってくてもいいんだよな。何によるね。でも誰もついたらもう線点で。なんで赤いの。もう貼っとんの。さっきから夏も悪いな。もうやそこするわ。もう開けるだ。でも、カットこれな、じゅんちゃん。リーノミじゃないこれ。三色なる三色。喉乾いたな。ああ、わかんない。わかんない。チー。ああ、もう、やだ。スワコ2、3点。まあ、スワコになるなんて思ってないですけど、一応。さあ、完全安排。運動で勝手に泣いてる。何言ってんのね。ジャンタもらえたと。ジャンタもらったもん。何か。あ、そういうことか。リーチ。何これ。9万しかないやん。9万ねえな。9万のことしてないけど。あ
あと3回。俺が困る。選手なのね、これ3層。9番だか。いた。ガンチャからリアンソーが出ないっていう意味ではいいけどね。っていう意味ではいいけどね。ロン。うん。なんかつまんないな、なんかね。まあでもラスランだけいいか。ウソが浮いてる。もったいない。ウソが浮いてる。ウソが浮いてる。うん。どうすんのこれ。どうすんの？ビーチ。ギャー、参ったな。4か、まあ、いそうだよ。あ、ごめん、見てなかった。たまてになった。おめでとう、普通に。おめでとうございます。あ、ごめんね、俺見てなかった。キャムさん、むずい。おめでとう。あら、リネちゃん、テンパリネちゃん、どうしよう。テンパリネちゃん、どうしよう。粘って粘って、経験が多いから、ジャンプ的に。は？これ、キーパーね。え？銀眼が切れた。いやー、これ耐えたんじゃ。ちなみに、中国、水口さんも今、地中上空に住むたまになっちゃう。砂の人はいるんだ。スローとかそれは誰だろう。チンさん、リャンゾーワンチャンス。スモ。うん。あ、全然喋るの忘れとったね。これがね、キンフ。キンフ。感触はちょっとね、難しいかな。闘争ドラやしね。ピンフ。まず赤ウランぐらい引こうか。ピンフ。合ってる？これ合ってる？三色捨てちゃったけどいいの？合ってますか？有識者さん合ってますか？うわークソやなこれ。うんこみたいなリーチになったな。うん。プロ名乗ってて探偵になれないどうかと思ってこないで言ってました。いい。慣れないかどうってカズちゃん慣れるか。うん。カズその大変だから。ああ確かにね。水口さん手も繋いでるからそんな考えたらもうそれそれカズちゃん。ロン。うら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 。ピンが取り付けるなんかあるかな。切れちゃった。なんか今一瞬回線切れたけど、どうなんのこれ。どうなんの。どうなる。くそその
いや、リャンピンの方が普通切る方かな。どうなんだ？9ピン9ピンって引けばいいんじゃない？9ピン切っとるやんけ。じゃあ数ピン3ピン、数ピン6ピンって引くか。まず数ピン。泣きなしかなこれ。いい。いらねえ。リーチ。うわ、続々来る。助けて。結局3ピン勝負か。ドン。でかい。でかい。1000点上がりたいな、とりあえず。おじさんぶち切れおるかな。1枚だけ。点5位は3点ぐらいになってきてる。地獄だよって言えるかな。白ペ1枚ずつ見えてます。この手は無理でしょ、冷静に。どんな泣くわけにいかんよね、大人的には。うん、何切るの？失敗しそうかな、今のペア。その前に選択選択かな。この辺切っとく。チピン切っとくか。このペア、いらないでしょ。だこれ。チャッソン2枚切れた。3枚切れたやん。処分していこう。変更。間に合う。3ピン1枚切ってるけど。頭がいるんじゃないのこれ。じゃあ、パッソーでもいいんじゃない？頭ならパッソーでいいんじゃない？フラフラしてる、フラフラ。フラフラしてるね。結局、トンは泣くの？泣かないよね。パッソを切っときたいな。もう一枚だけ。もういかない。まあ、いっか。リーチ。チー。
ちょっそぜみえ。ちょっそぜみえ。ちょっと何してんの？今切り込む？今赤見えるだろ今。中かな？茶草ゼミエで何するのこれ？急走？急走はいい？茶草ゼミエ。はい、切れ。茶草ゼミエ。何しとんねん、死んだら死んだら。だからこんなとこんだろ、こんな一般だろ、みたいな。こんな平日するから。ガンガン通った。また来た。社会にぬるいだろうな、こいつらな。ほんとに。ああ、ええわな。のんきにやっとるな、ほんとに。スーピンさん。ラスさんピン。そしたらもんな。配信切れたら当たる、早く当たるかいもんな。ここだけ楽しいの。相手が配信切れて無敵状態。こんなのだって、スーパーマリオやってさ、パスは、あ、切れた。そう切れた。リャンワン。ワンちゃんリャンワン。ワンちゃんリャンワン。リャンワン出らんね。泣くの？無敵状態で死んだら死んだら先天じゃダメやったね。どうしてよ、ドリフ大爆笑は。もう一本あるか。お前ドリフ大爆笑ってもうおっさんだろ、おじいちゃんだろ。下坂回線ゲーム気づいてねえだった。今のドリフ大爆笑はさすがに世代が分かる。60代以上。は？リーチ打てよ、下坂回線ゲーム。リーチ下社会人号だからなんでリーチと暴れるの？早いな。何をリーチと暴れるの？会心どうすんの？会心がいるってことは何でもあるって戻ってきてるやん。戻ってきてる。入ったな。国上300名で逃げるんだろうと頑張って大田会心さんで、いや、大田会心できないじゃん。大田のこと会心できるじゃん。うわ、いいわ。ディレイでディレイ配信バッピン何戻ってきたの、まあ、そうだ解説の前でカバン、あ、そうそう解説の前でカバンあさってあやつね、チャージがねっつってチャージしてるよ、わかんだろうな毎回1000円ずつチャージしてるやつな、ああ落とすかもしれないっつって、うん、さすがに今のキャッシュレスの時代も会計で小銭入りで開いてやってるババアはもうなんと一品リャンピン、一品リャンピン、あ、5分ディレイだ、いや5分ディレイがきついな、俺ね、やっぱ俺の配信の特徴がやっぱりみんなと喋ってやることだしな、うん、だからね、ちょっとね、まあ、今がそのガチ配信、まあガチ配信ではあるんだけど、やっぱりちょっとね、それがね、コアになりすぎる。それこそもうそれ仕事として何かの麻雀チャンネルで金もらったりするけど、金もらわずに自分ではね、ちょっと抜けが悪すぎるわ。少なくても YouTube である程度収益稼ぎたいとか、人数、人集めたいっていう状態で、やめるか。5分ディレイで4オタクはさすがにね、もうちょっと時代に合ってない。でも俺は好きだよ、個人的には。そういうの。お身内ね。やっぱりね、ちょっともう、さすがに個人で使ってますか、使ってますか、ね、個人で使ってんのですね、個人でいるだからレジの前にさ、男だったらちゃんと用意するやんね、セブンイレブンでもさ並んでる時にもさお会計だいたいこれくらいになりそうだから全然わかるね、用意するからパパはなんかいくらって言われてからピンフしか上がってないよ、ピンフしか。
だって、もう自分でだからさ、ちゃんとどうなったらどうって考えてるじゃん。あ、違う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 。エイティマンの3秒3秒。場所まで覚えてる。パッ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 、はい、引き出し、はい、終わり。チートになってきたよ。チートいですか。チートになってきましたけど。ね、マジで10秒とか。それバカしてた。そうね。チートはいいけど、親弦が欲しいな。チート。こっちは何ですか。789。それがすごい。爆発中。わかんないな。お前さんの光沢動画見てたんだけどな。いやそれお前らは麻雀壊せるな。お前ら気持ち悪いぐらいなんかおしゃれとる。そうじゃない、お前らじゃなくて。いや、チートになるスーピンかな。こんなにもね。うわぁ。メンツってなった。こっから？ちょっと。マジかこれ。いや、これしんど。全員転売ならまあ、数万個目がまあ間違ってないってことだろうけど。何十分とかかからないか気にしたことない。待ってでもするんだし。ああ、それいいね。大きなところ。それ持てる持てる。定位置は持てるもんね。リーチ。だから、そもそも女はそういうのリライラしないから、そういうのリライラしてると、やっぱり、この人なんか店員さんに怖いとか、なんかそういうタイプになっちゃうから、いい、いい、めっちゃいい。めちゃめちゃいい。リライラしない。ほんと素晴らしい。リライラする。あ、黒猫の。すなあ、これはね、ババアがいいババアなんですけど、この前ですね。俺、メルカリ出しに行くんで、黒猫行くんだけど、黒猫行ったらさ、ババアがなんか先を来てるの。なんかあの箱から買って、で結構時間かかるやん。で、それいいババアだったから、後ろで、後ろで俺ともう一人並んでた。まあ、20代後半みたいな。まあ、普通の高専みたいな並んでて。で、いいババアが後ろの俺たちに向かって、でっけ。あ、ちょっと私、長くなっちゃうから先どうぞって言ったの。もういいよ、いいババアや。いやー、いい。ラスやんけ。で、そしたら俺の前の高専人が、めっちゃ笑顔で、あ、いいですよ。どうぞ、どうぞ、僕待ちますねって言ったの。はぁと。お前待つじゃねえか。俺行かせろじゃん。何したの？お前、俺の時間どうせ行くつもりなんだ。おしゃれだったもん。とりあえず。ババと二人です。1,2,3と1。それは俺がさ、そこで俺が前に出た。ゼロメンツ。そのドラコ率。なんていうんだろうな。そこまでの俺もないから、ね。でももしかしたら僕もそこで、どうすんのこれ。電気してね。あ、僕もちょっと僕しかないんで、ちょっと僕だけでも先行かせてもらえたらありがたいんですよって言えば、その高専年もバカも多分、いや、いいですよって言うと思うんだけど、なんかそれもさ、とっさにできないじゃん。用意もしてないのに、いきなりさ、俺がさ、そんな詐欺師みたいなのできないじゃん。だから俺も別に時間あるちゃうから、その前のやつを押し伸びてはいけない。棒ピン立てて、あいつマジで9ピンを切ってか。さっきのマジだから。その作戦でいくか。棒ピンを立てるか。いや、言えない言えない言えない。俺もそこは言えないんだ、そのとっさには。ちょっとずうずうしいじゃん、その。うん。何ですか、これ。後ろにしてる、そうそうそう。その、だからそのバーターはいいバーター。やだなぁ。何バーガーでいいですよ。すっごい変なことしよるかな。わからんなと思って、こうそういうやつが本当に間抜けなさ、部屋ボケしたさ、まあ、令和丸か知らんけど、令和丸か知らんけど、バーガーだって後ろに若者2人が、まあ、俺が若者かどうかわかんないけど、まあ、見た目が変えたら若者として、バーガーもフィスって、
後ろに若者2人並んでたら、なんかそれ気まずいから先行ってくれって言ってるのさ、何が笑顔でさ、いいですよ。それなりに広い心にしてる。リーチ。彼女もらうのよ、しもさん。なぐらいしてますよ。ラスルー。現物三蔵だけ。三蔵はノーチャンス。あ、いい音が書いてるスーツやってるグループマシーンでは誰か閉めてやられる。ああ、それね、ぶっちゃけそれは俺もする。だけど後ろ確かに詰まってたらやんないわ。そこなんだよ。ああ、後ろ詰まってなかったらしいんだけど、詰まってるとやっぱ、あ、いきなりロビング楽しみだ。はい、ただ足りてないんですよね。はい、次は線で上がるわけ。俺めっちゃ露骨に、俺ちゃ若干いかつめな感じじゃん、ちょっと。めっちゃムスッとした感じで、めっちゃ不機嫌にしてる。カン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 やってた、持ってるの。持ってるデルタにしてる。じゃあ、マジ露骨にお前ふざけんなと思って。そらそら。でもそいつ部屋を消してるから、何も気づかない。はい、もうドラドラ、残酷なら、まあいいね。ババアに行かすな。まあ、テクマンタン。ああ、そっちへんのが。確かに、そう。じゃあ、はしご。本当に、あの、女子人だから。トン。むずい、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 ちょっと待って、トンいいの。全部泣く？これめっちゃ痛えな、これ。トイレの中で。しゃあねえな、こんなの。チーン。まあ、とりあえず2、3点。まあ、ピンクでも、ね、センター上がればいいから。トン。バンバン何歳？え、バンバンそんな60ぐらい。65ぐらいか。あ、上がればどうですかね。おい。まあ、電車の中で外国人の男の人の赤ちゃんなんて言って、後ろの関係の女の人が怪しいって言った。あ、なんか、数がピンポイントにして漏れるわけじゃないしな、んな。またトイレの基準見ると怖いけどな。電車の中で外国人の男の人の赤ちゃん泣いてて、男の人の赤ちゃんね。後ろの関係の女の人が安いと。ちなみにその男の人は笑いながらお前もっとって言ってるだけだから。なんで見知らぬってのか。やべえ、男の人の赤ちゃん。日本人の女性の人が外国人の見知らぬ人の赤ちゃんを愛してる。意味わからんとしか言わない。まあ、どうね。ババヤウンビーガンが誰に似てる？ウーワン切りたいな。ウーワン。ウーワン切りたいな。丸山さんと似てるか。あいつ誰？最後はあの相撲かな。この相撲かな。2万じゃなくて数万だったらトップなのか。3万来た方がいいかな。
飲食店で中国人の親子がいて、子供が泣き上がってるけど何も気にしない。ポン。でも。自分の。はいはい。まあ子供の問題難しいよな。ああ、言っとったか。最近だから女の子に上司の話が出してた時期はない。それだけは分からない。本当に見知らぬ人。やべえ、偉する。怖い怖いなんか。おばちゃんとかなるかもしれないけどね。田舎のおばちゃんだったら。うん。外国人の見知らぬ子の前し。リーチドライチ。ちかめっちゃいいねついてるやん。58いいねついてる。65いいねだった。肉が来てたら返すんだけど、肉が来てないか。うるさいからするかもしれない。回線待ちの人、ああ、あった。私でも怪しい。急走ドラ、急走ドラ、急走ドラ、急走ドラ。契約してるわ、それは。外国とかならだってさ、まあ、これは行き過ぎだと思うけど、それこそ中国とかだったら詐欺とかも多いし、後からなんか言いがかりつけられて金取られるとか、人が倒れてても救急車呼ばないとか、もう本当にだからもう、そういう世の中だから、契約しすぎだわ。赤ちゃんがだからもう倒れてるとかなんか、危険な状態だって言うけど泣いてるんでしょ。さすがにね、あやすはね、結構やばいと思う。まあ、いいと思う。人と人は俺が一番遅そうやんけ。奥さんとかに住んだったら、うん、いや、すごい優しく聞いたことがあるけど、うん、いや、ほら。触らない、あんまできとらんやん。触らずにあやす。乾杯もなかやん。触らずに、触らずにあやす。それでいいね、じゃあ、そんなの。あ、回線見れないもん。そのまま。これか。山、あ、ここで回線切れて山としですね。そこで遊んでた。下坂にあんまんだったらびっくり。スチビンだと当たってた。僕はフロリダ出身ですが、結構他の人と思って当てます。自分の地域の人はみんなそうですよ。素晴らしい。人ってさ、本当素晴らしい。うん、素晴らしい。女の人に AD 使うと言ったら、そうそうそう、そうやつ、そうやつ。世にバレないように赤ちゃんに変更チャレンジをやりがち。赤ちゃん触ったら、あちかちゃんが洗ったりがち。あ、はい、はい。今、日本でも他の子には勝手に触れないんで。なんだこれ。どうする？何見知ってるの？不思議だ。分かっとる。お前が分かっとるぜ。分かっとる。じゃあ、あやすって言うから。あやすって言うから、それは。切るもんないよ。55667789。あ、俺、あ、それね。それは俺も確かにやるけど、俺ね、もうちょっと性格悪いかも。赤ちゃんめっちゃ見つめるかも、俺。赤ちゃんの目あったら。ずっと目そろさない、俺。笑いもしないし。うん、だから、赤ちゃんって怖い顔とかあるのかなって。逆に怖い顔したりする可能性ある。そのなんかちょっと知りたくなる。だって赤ちゃんってそもそも怖い顔とか概念がさ、まだ大人よりも過ぎじゃん。だから別に、俺もめっちゃ怖い顔しちゃって、それが赤ちゃん怖いって認識するのかなとか、そっち疑問に抱いて、ああ、苦しい。むしろ怖い顔してることあるけど、笑顔はな、ちょっと気持ち悪いな、それ。他の人に見られたら嫌だなって思う。赤ちゃんに笑顔で笑ってる。それもね、女性とかだったらいいんだよ、別に、笑顔が。うん、でも女性でもないのに、赤ちゃんが前にいて、その後ろで笑ってる俺って怖くね、キモくね。そう、赤ちゃんに似てる。そんな声どうなのか。どんな顔ってやると、その時の声かな。赤ちゃん視力悪いんだ。ああ。はいはい。生き延びたな。顔病気でされる。それ俺のショート動画。赤ちゃん素晴らしい。
リーグ憲法があと7分なんで、まあ、まあいいか、7分経ったらアケだ取るか。俺がな、いつもチンタラチンタラ言ってんのに、今日だって早く準備してるな。逆に、後から遅れてくる人いるし、俺のほぼ8割方遅れる人かも。怖くない、ひもくない人。いやいやいや、嫌な名前ってる。ちょっと形にならない。参ったなぁ。リーのみしか狙うものがない。リーのみは狙うって言っていいかな。老僧勝ち。Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Just tell me that I can.
じゃあ何ぐらい来てもビーチか。可愛い自分がさ、だからメディアがこういう顔が可愛いってやりすぎなんだよな。だからメディアでもっとブサイクとかデブとか出して、そういう人もブサイクって長いな、この試合見てる人の何割かは魅力的になって思うはずだから。はあ、だからさ、ドン、決まりきった顔になってほしい。ああ、ああ、終わった。本当にもうこういう顔がかっこいい、可愛いってのがね、残したの。男だってそうじゃん、なんか昔の男らしい顔みたいな、例えば坂口健二みたいな顔とか別に今入るんじゃなくて、今の何の身にするの。いやー、できんなぁ。坂口健顔とかなんか、うん、ここまで追い込まれとったら無理やろ。何可愛かったの、今では菅田将暉みたいな顔になってしまった。菅田将暉って結構かっこいい方じゃん。入ったなぁ、どうにもならんな。男性多いよ。自分の子供見たってやっぱりある程度かかるっていうもんね。本当に可愛いなと思うのね。ちっといいかなぁ。男は自分の子供すら最初はやっぱ戸惑いてるから。まあ育てていくうちに男はあの、ね、女性の方生まれた瞬間からもう本当に自分の宝物って感じだよ。見た目という名のハイパイに下がりすぎる。山口さんは悪くないか。山巻さん、誰だろう、普通分からん、なんだ山巻さんだろう、分からん。父の目玉を育った子供はここに見たいと思います。ああ、それはあれでしょ、なんとらえ方でしょ、なるだろう、チーン口だから研究するから、うん、やった方が、親がそういうの教育しないからだな。アホみたいな、しゃれてる。チーワン、チーワン、なんたらゆきなさんとか、俺の元で出てただろうね、女優で可愛い。あんま考えたことないな、なんて。誰だろう、可愛いか。いや、あの人が、橋さんとか、まあまあまあ、なんか顔だけ見て可愛いなって思うのは、ただまあ結構年は年下ですか。橋さんといるよね。何よ。まあ誰か、まあ誰か言うの忘れちゃったもん、俺、本当に思い出せない。テンパイ寮いる？あと誰かおるかな？いや、ほんと、まあ、上田優ちゃんとかも、まあ、それ可愛いなって思ったけど、どうにもならんよ、これ。あいつも、で、足りん。あいつもか。今さらチートで。芸能人すらあんま思わないからな。チーン、フェイ、よしは微妙だった、足感はわかるけど、んー、いや、広瀬もでも一つの時代作ってるからさすがに微妙は、まあ個人の選手じゃ、本当に日本中でもう一番だから絶頂の時期があったりするんですか。まあ、好みがってこと、飛んでるよ、貼らないと。水井さんとナンバーさんの関係でしこれる。とても好みが。ペイやったの？きついなぁ。星野源かっこいいなんていいわけねえだろ。坂口健太郎？え、ごめん、間違えたかもしれない。坂口健太郎じゃないっけ？いや、生き延びたところでやね。誰だ、おばあちゃん。本能的に全てのパーツで平気な顔を美しいと感じるらしいけど、バランスよく遺伝入ってる方が腫れない。生存にいるらしい。ああ、そういうことね。言うよね、よくね。どん。そのイケメンとか美人以上のがその特徴がないみたいな。例えば似顔絵描こうとすると、うん、描きづらいみたいなのが美人とか。マンツも。言うよ。
か若めですが、BTS みたいな人がマッシュ系のフィニャルセスケートより長瀬想像部を見とくやつもそう。そうだ、ね。結局さ、メディアが作ってるだけだから、そんなもん。あ、そのダメや。全てメディアが作ってるだけで自分の感覚でもない。2000残酷、ギリギリか。あとは記憶。例えばメディアがこういう感じの人を打ち出して、自分があこういう感じ好きだな、でこういう感じの子好きだからこういう感じの子と付き合って、付き合うとやっぱり元カノとかになるとやっぱり興味惹かれたりするから、作られてるだけだから、人間の感覚なんて全て自分が好きとかじゃねえか。ただメディアに作られてるだけとか、ね、記憶、過去の記憶で作られてるだけなんですよ。何だこれ、イーピンリャンピンはいるか、これ。あれ、結構上の世代なんですね。低くすると芸能界の人は大概絶賛する。沢口健太郎は女から人気すごいけど、思ったら見るとびっくりするぐらいで本人で。坂口健太郎、坂口健太郎って俺、間違えたかな、スケジュール。いや、もう無理だから気楽にやりましょう。そう。坂口健太郎って別にかっこよくないの。別に普通にクラスで歌って別にかっこいいってならんの。まあ普通の一人だったんですけど。篠崎愛ね、韓国にいてあるね、あるな。ミア・ジョーズの子は。和田キ子が可愛いって幼い頃から洗脳されたら毎日シャッフルって感じで。たぶん10個でか。ああ、10個なんだ。イーペーコー・ドラさん。初は出らんよね。弾いてくるしかないね。はい、ってことでじゃあ30個超えたんで、遠慮検討いきますか。はあ、そうくる。イペーコードラさん、梅塚さんみたいな、確かにウォーリー聞いてほしかった。すごいか、はい、ロコモンさんでした。その時はこの前にやるけど、出てたね、あれね、出てた。あの子ね、本当にだから韓国ではね、韓国では在日じゃないですけど、韓国ではすごい、だからなくなったよ、さっそだから日本では、ね、中津飛ばずで、この前夜の君も出てたね、あのね、ヒロイン役というか、なんとかアトラクションみたいな、家族がさ、やるやつね。出てたね。今日もシークレットで。そんな暇はない。ああ、シークレットか、確かに。どうしようね。ゴリスさんはゴリスしてもダメだったのか、確かに。立花隆とか、ヨウ・マリノが、と、カヨウ・マリ。立花隆とカヨウ・マリ。無理だな。ああ、ひどかったな、終わり。